まというわけであのこのスロートークっていうのはね、まあ、今の時代あまりにもなんか情報が速くてでギスギスしててね対立しているとなかなかその意見を交換しててもなんか歩み寄れないっていうような時代に、まあ、あえてこのスロートークゆっくり話すゆっくり考えるこそのことによってっていう、まあ、何かどっか行けるかなっていうそういうシリーズなんですけど。 まあ最近気になっていることの一つがグレタ・トゥーンベリーさん、えー、スウェーデンの高校生であの地球温暖化の問題とかね環境のことについてその金曜日に学校行くストライキーしてで国会の前で演説したりして今あのニューヨークの国連の,その環境問題の会議のためにヨットで、まあ、あのジェット機に乗るとね地球温暖化を進めるガスを排出するんでヨットで。 あのアメリカに向かってる態勢を超えてね、やっぱりグレーターさん今本当にあの注目されている人で、なんか言葉に力がありますよね。だけど一方あの英語のメディアなんかでもね、グレーターさんの言ってることってのは、えー、まあなんていうかなうーん、現実的じゃないとかいう人いるんですよね。えっ、ー、と飛行機の旅は良くないって言ってもみんなが例えば列車に乗れるわけじゃないし、えー、ヨーロッパからアメリカ行く時にも。 あのみんながヨットに乗れるわけじゃないって言って、まあ、ヨットをオペレーションしてるのはじゃあお金持ちの人だからグレーターさんを支えてるのはお金持ちで要するに娯楽だみたいなことを言う人いるんですけど僕ね思い起こしてみると人間っていうのは若い時っていうか子供の時っていうのは何て言うかな世界についてすごく理想を持つんですよ。僕なんかも振り返るとそうだったですけど 例えば平和のこととかね、なんで国と国が対立するのかとかねあのもっと何で地球の環境に優しくなれないのかって僕子供の時あの自分が好きだった町長を通りに行ってた林とか森があの開発のためにブルドーザーが入って何て言うかなうん自然が失われていると本当に嫌な気持ちがして怒ってましたよ子供らしい正義感でね。 でこの子供らしい正義感というものの場所がやっぱり世界に悪ある気がしてあのグレタさんの発言をねうんなんていうか非現実的だとかあの世の中にはいろんな都合があるんだとか大人たちの事情があるんだみたいなことを言うのは可能なんだけどでもやっぱりそういうものに染まってないからこそグレタさんのメッセージっていうのは意味があるんじゃないんですかね。 うん、だから子供じゃないと見てない見えない世界があるっていうか、いや正確に言うと大人もその世界見えてるんだけど、なんか現実的じゃないよとか未熟だねとかあの言ってそういう声を封殺しちゃってるんだと思うんです。だからグレタさんの主張を言ってることは確かに、えー、それをすぐにこの世の中でね、まあ例えばじゃあ飛行機での旅をやめてみんなが船で行けるのかっていうとそれは いいけないんでしょうきっとだけどそこにポイントがあるんじゃなくてクレーターさんが言っているその地球環境このままだとまずいですよとあの大人たちは自分たちのやってることを本当に考えないとまずいですよというそこの純粋さこれはやっぱり我々を立ち止まらせる力があるんだと思うしそういう力を感じられなかったらおまずいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。だから うんグレタさんのようなメッセージをどう受け止めるかっていうのは結局ねその大人が自分の中にいる子どもいるかもしれない子どもまだ残ってるかもしれない子どものまあ理想主義っていうのかなそういうものとどう向き合うかってことにつながっていくのかなと思います。まあ、というわけで模擬犬のスロートーク第1回グレタさんの主張について考えてみたんですけど。 まあなんかねインターネットをギスギスしちゃってるんで時々こういう,うスロートークというかね、まあ、僕がその時に感じていることなどをお話ししていき言ってみたいなと思っております。ということで「もう一烈のスロートーク、えー、第1回」でした。